はい、どうも、ピクスヨスです。今回はですね、2021年8月発売の特注トミカの方を紹介していきたいと思います。本来だったら、トミカショップオリジナルトミカのトヨタコースター幼稚園バスなんかもね、あるんですけども、そちらは購入しておりませんので、今回はね、こちらの2台のみ紹介させていただきます。まずこちらですね、伊東洋華堂オリジナル、ダイハツミゼットですね。こちらは2021年8月7日に発売されました。価格は税込み770円です。伊東洋華堂の100周年を記念して作られたモデルですね。50周年仕様となっておりまして、ここにはね、伊東洋華堂オリジナルダイハツミゼットとありますね。開けていきましょう。こちらのトミカですけどもね、ダイハツ MP 型ミゼットをベースに作られておりまして、トミカはね、通常品の他にもね、イベント限定とか、入場記念トミカとかね、結構いろいろ出てるんで、オート三輪といえばミゼットというイメージもありますしね、かなり有名な車だとは思いますけどもね、この MP 型は実車こんな風になってますね。で、この伊東洋華堂の100周年記念仕様ですけども、ここの荷台のロゴ、これですね。この部分は、1968年、昭和43年に、店名を漢字の伊東洋華堂から、カタカナの伊東洋華で漢字の堂で伊東洋華堂。これに改名された際に使用されていた時のものに近いんじゃないかなという気がしますね。ただこのトミカミゼットですね。これが実際に存在したかはちょっとわかんないですね、さすがに。まあこの伊東洋華堂ですけども、1920年、大正9年に洋華堂としてオープンしまして、現在ではね、全国いろんなところに展開しているスーパー及びコンビニセブンイレブンなんかもそうですね。洋華堂関係というかセブン&アイですからね。トミカの方を見ていきたいと思います。まずフロントですね。まあ、このカエル顔と言われてるね。この可愛らしいデザインがね、トミカでもちゃんと再現されてますね。ヘッドライトはね、左右どちらも塗装で再現されております。運転席側ですね。まあ、ドアはこのように前開きとなってますね。で、このトミカはね、なぜかね、窓が開いてるんですよね。で、ドア開閉などのアクションは特にありません。サスペンションのアクションもないですね。ドアノブのあたりがシルバーで塗装されててね、なかなかいいですよね。で、これが伊東洋華堂の旧ロゴですね。箱というかね、荷台はこんな感じですね。このようにホロが外れますね。これだけだと、ほんとなんだかよくわからないですよね。トミカでもね、この青色というか水色のミゼットって結構多いんですよね。で、ちゃんと前はこんな風にね、窓というか、前が開いてるんですね。リアこんな風になってますね。ナンバープレートには特に表記などはないですね。で、テールランプなどは塗装されてませんね。助手席側ですね。助手席側ですね。まあ、こちらも運転席側同様だと思います。ルーフとかもこんな感じですね。車種はこのようになってますね。ロット番号は F21 となってますね。ちょっとわかりにくいですけどね、ここに。2009ですかね。結構金型がもう文字読み取りにくくなってきてますけどもね。2009年の金型みたいですね。これ復刻品というか復刻の金型なんですね。通常品の当時売ってた金型とは違うんですね。多分通常品はこの窓が開いてないんじゃないかなと思います。続いてこちらですね。タカラトミーモール限定のプレミアムトミカで、ホンダインテグラタイプ R ですね。こちらは8月28日発売で税込み880円でした。こちらのモデルね、通常品というかプレミアムトミカでは P2-3 として販売されました。初代インテグラタイプ R ですね。箱絵はこんな感じですね。なかなかかっこいいですね。こんなにこの箱ってツヤありましたっけ？こういうもんか。で、ホンダの商標許可はここにありますね。開けていきましょう。なんか、ホイールが黄色っぽく見えますね。まあ、通常品というか、普通のプレミアムトミカもかなりね、出来が良かったんでね、結構期待は高かった一台ですね。フロントはこんな風になってますね。ヘッドライトはクリアパーツとなっておりまして、ここにね、ホンダのエンブレムが単方印刷で再現されてますね。で、ちゃんとバンパーのこのガーニッシュっていうんですかね、このあたりがちゃんと赤くなっておりまして、バンパーのこういう、なんていうんですかね、穴のとこは黒く塗装されてますね。
運転席側はこんな風になってますね。サスペンションとドア開閉のアクションがついてますね。こう車内のシートがこんな風に赤くなってるのがすごいいいですね。めちゃくちゃかっこいいですね、これは。で、運転席はこんな風になってますね。ハンドルとかはこんな風になってますね。めちゃくちゃいいですね、これ。ちょっとこの辺が無塗装なのが気になりますけどね。なんかもうちょい頑張ってほしい感がありますね、これ。で、ここの部分はね、本来窓なんですけども、黒く塗りつぶされてますね。で、ホイールこんな感じですね。なんかこう、黄色っぽいんですよね。こんな色だっけ?みたいな感じがします。で、ここにね、タイプ R のロゴが再現されてますね。R がどうしても赤なんでね、見にくいですね、これ。で、リアこんな風になってますね。テールランプもクリアパーツとなっておりまして、ここにね、ホンダのエンブレムが再現されてますね。で、マフラーもね、ちゃんとシルバーで塗装されてますね。ウィングもこう、なかなか小ぶりなやつでね、かっこいいですね、これ。インテグラって急にこう、こっち側なんですね。助手席側ですね。こちらもドア開閉のアクションとサスペンションのアクションがついております。ちょっとここら辺塗装が雑ですね。運転席側はちゃんとなんか、シート、あ、でもなんか、よーく見るとって感じですね。でもなんかちょっとこれはひどいな。ちょっと残念だな。で、シャーシはこんな風になってますね。ホンダインテグラタイプ R。G21 の部品が入ってますね。まあ、あんましインテグラタイプ R って赤のイメージってないんですよね。やっぱ白とかそういうイメージがありますね。もちろんこの赤もあるんでしょうけどもね。この赤はミラノレッドっていう赤ですかね。1995年から2001年の間販売されてたようですけどもね。あんまりこの方は見た記憶がないですね。はい、というわけで今回はこちらの2台紹介させていただきました。なんかトミカを2台だけ紹介するっていうのも結構久しぶりな気がしますね。イトーヨーカドーの特注トミカはね、一時期すごい出してたんですけども、しばらく出てなかったんですよね。で、その後、ネットスーパーのエルフとか出て、まあ、ちょこちょこ出て、その後しばらくはトリコロールカラーの、なんかスポーツカーとかが出てたんですけども、久しぶりにこういうトリコロールカラーじゃないトミカが販売されましたね。今後もね、こういう社用車だか営業車だかわかりませんけどもね、ちょっとリアルな感じで作っていただけたらと思っております。そんなわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。また次回も見てください。それでは。